はい、今日は6歳のヨークシャーテリアがやってきました。やってきた理由は右後ろ足が歩きづらそう。救急によく来るケース。それでは早速触診始めていきましょう。まずは痛がってない足から触っていきます。爪先から手首、肘、その他もろもろ関節触っていきます。これ意外と足の皮膚に何かトゲ刺さってましたみたいなこともね、私経験したことありますんでね。ワンちゃんだと毛があって何か刺さってるものがすごい見つかりにくい。それでも細かく見たいからって言って全部を全取りするわけにはいきませんのでね、目を反らずに頑張って探していきます。ワンちゃんの痛みのサインとしてキャンって鳴くのもあるんですけれども、こうハー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 してるところも痛みのサインだったりします。この子は触診上右後ろ足にパテラの内包脱臼が認められました。膝のお皿が内側に脱臼してしまう病気。容器以外にもトイプードル、ポメラニアンなどによく見られる病気ですね。グレードが1から4に分かれていて、手術をすることもしばしば。この子は院内では発痕や痛みはなかったので無処置で帰ることになりました。パテラの脱臼は手術するか悩むよね。お家で安静に過ごすんだよ。それではお大事に。はい、今日はトイプードルがやってきました。やってきた理由は元気がなくてずっと寝てる。あ、私も寒くなるとすごい眠くなります。体重は660g。 まだまだ小さい。というのもまだお家に迎えて4日目。体温計も初めてかな。幼少期に病院で怖い思いをするとトラウマになりますんでね、怖がらないように。聴診器にも興味津々。次は恒例の低血糖チェック。初めての採血。こういった声かけも大事ですね。気になる血糖値は、いや結構低いな。ということで糖液を飲ませていきましょう。いや美味しそうに飲むね。甘いでしょう。パピーの時はこまめな食事を与えることがとっても大事ですね。これだけ飲んでくれるとなんかお母さんになった気分ですね。血糖値を補給すると、まあすごい元気。あ、もうお手できんの？おかわりはできない。たくさん食べて血糖値上げるんだよ。それではお大事に。はい、今日はトイプードルとビションフリーズのミックスがやってきました。やってきた理由はユリの誤食。なんか最近多いですね。花屋さん曰く10月は花の季節みたいので皆さん気をつけましょう。体重は 3.3kg。 それでは体温を測っていきます。あー、いい子ですね。ちょっと高いですね。ユリはワンちゃんにとっては中毒となりえますので薬で吐かせていくことにします。ちなみに言い忘れましたが、この子は新病院での1号目の患者さん。まだ検索サイトでホームページも公開されてない中頑張って見つけてくれました。ありがとう。営業して1番目の患者さん、この子はもう生涯忘れることはないと思いますね。胃も無事に吐いてくれて偉い。この子はまだ8ヶ月齢なんですが、注射も全然痛がらない。めちゃくちゃいい子でしたね。若いのにいい子。無事に生えてくれたから遊びましょうね。あ、舐めてくれんの？ありがとう。これできっと病院の思い出もいい思い出に変わってくれればと思います。元気に過ごすんだよ。それではお大事に。はい、今日は7ヶ月のパピオンがやってきました。やってきた理由はお尻から何か出てる。なんか明らかに紐のようなものが出てますね。こういったものは無理やり引っ張ってはいけません。それでは早速見ていきましょう。体重は 3.82kg。 独特な長身スタイル。若いからもうおてんばさんだね。そしてエコーですね。エコー中はとってもいい子。やはり紐の誤飲が疑われますので、腸閉塞がないかどうかしっかりエコーで見ていきます。そしてそこからとうとうお尻から引っ張り出す作業です。潤滑ゼリーを塗ってお尻から紐を引っ張ります。丁寧に丁寧にね。勢いよくやりすぎると腸が裂ける可能性がありますので、やっぱりちょっと痛いよね。しっかりと引っ張り出すことができました。こんな感じのもの、約60センチの紐ですね。いや逆に腸に詰まらなくてよかったね。本人もお尻のつっかえが取れて元気そうだね。小さい頃は何でも食べるから皆さんぜひ気をつけてください。それではお大事に。はい、今日は14歳のチワワがやってきました。やってきた理由は排水種の最新。というのも皆さんご存知、ポンちゃんは数日前に心原性の排水種になってしまって、そんな時はこんなにも苦しそう。入院治療した後の最新に来てくれました。まだ入院の時につけた静脈留置が残ってますね。場合によっては使うのでフラッシュ確認。押してレントゲンを取ります。排水種の時はもう肺が真っ白でした。もともとポンちゃんは横膀弁閉鎖不全という病気を持っていて、それが悪化するとやはり心原性の排水種になってしまうチワワちゃんが非常に多いです。エコーでしっかり肺であったり心臓であったり、あとは腎臓ですね、そちらも見ていきます。横にしても呼吸は大丈夫そうですね。そして酸素飽和度のチェック。ワンちゃんはね、耳で取るんですよね。 99%正常値ですね。これなら酸素も必要ないね。動画にたくさん出ているポンちゃん、なんとか皆さん応援してあげてください。それではお大事に。
はい、今日は9歳のトイプードルがやってきました。やってきた理由は左後ろ足が痛そう。あ、私も左後ろ足捻挫したことあります。それでは早速見ていきましょう。体重は 2.92 キロ。お尻で体温もしっかり測っていきましょう。さて、お家では痛かったみたいだけど病院では歩くかな。いや、めっちゃ歩く。尻尾ブルンブルンだね。いや、もう床にスリスリして、もうめちゃくちゃ可愛いじゃん。本当に痛いの？それではしっかり触診も行っていきましょう。膝関節の部分、パテラと呼ばれるところですね。痛い時は顔にも出ますし、舌ペロペロしますからね。そして背部痛もしっかり見ていきます。触診をしたところ、膝蓋骨パテラの内包脱臼がありまして、その脱臼によって痛みが生じていることが分かりました。消炎鎮痛剤を打って今日は終わりになります。9歳ともなると手術なかなか難しい判断ですよね。しっかり筋肉つけてね。それではお大事に。はい、今日は12歳の柴犬がやってきました。やってきた理由は消費期限切れの砂肝の誤食。生のままだと人間でも食中毒が危ない。ちなみに私は焼き鳥で砂肝が大好きです。それでは体重は 10.4 キロ。様子は全く変わらないんですけれども、今回は外装を食べてる可能性や消費期限切れのやはり食中毒の可能性を考慮してお薬で吐かせることにしました。12歳ということもあって、あまりお薬で吐かせることはしたくなかったんですが、飼い主さんとのお話の上で今回吐かせることになりました。いつも使ってる吐かせるためのお薬は副作用として痙攣が起きる可能性があるので、もともとそういった力があったりハイシニアの子に関してはだいぶ注意して使っています。あと砂肝が大量に出てきました。無事に吐いてくれて、その後も痙攣も起きずに元気に過ごしてくれたので良かったです。その後飼い主さんに電話したところ、今でもすごい元気に暮らしているとのことです。砂肝はすっごい美味しいのわかるけど、消費期限切れはダメだよ。それではお大事に。はい、今日は6歳のチワワがやってきました。やってきた理由はフォアグラステーキを食べてからの血便。いや、それ私も食べたいぐらいですよ。盗み食いをして、その後数日調子が悪いとのことで連れてきてくれました。まあ、フォアグラは美味しいですよね。体重は 2.82 キロ。ちょっとお腹壊したぐらいじゃそんなにね大丈夫かなって思う時もありますけれども、血便はなかなかね心配になりますよね。しかもこの子は以前膵炎を患っていて、フォアグラといえばだいぶ脂質も多いので膵炎が心配とのことでね。膵炎はよく繰り返すからね。犬の膵炎の原因は実際には分かっていないところが多くて、油分が多い食事を食べてるっていうところも原因の一つだったりはするんですが、これだけではなかったりするんでね。今回は身体検査および臨床症状から膵炎の可能性は非常に低いと判断したので、注射と飲み薬で治療することになりました。急性膵炎ともなるとかなりぐったりしたりですとか発熱とかも伴いますからね。フォアグラが美味しいのはわかるけど、脂っこいもん食べちゃダメだよ。それではお大事に。はい、今日は1歳のカラーハムスターがやってきました。やってきた理由は回し車に足を挟んだ。ハムスター相手だと回し車もめちゃくちゃでかいですからね。たくさんの木くずの中からやっと出てきてくれましたね。それでは早速見ていきましょう。体重は 114g。 ちょっとぽっちゃりかもしれないですね。心臓の音聞いていきましょう。そして歩き方を見ていきます。左後ろ足がちょっと腫れてるということだったのでね、あんまり歩かない。お次は触診。やはり左足ちょっと腫れてるんですよね。痛みがないかどうか関節の可動域見ていきます。してレントゲン検査。目が折れてないかどうか見ていきます。この子は麻酔なしでも取れたのでとってもいい子。レントゲン検査の結果、骨には別状はなかったんですが、やはり軟部組織が腫れてましたので、消炎鎮痛剤の注射を打って今日は終わりになります。ちなみにカラーハムスター、ゴールデンハムスターを改良したものみたいですね。目が折れてたらだいぶ骨も小さいんでね、手術は大変です。今度は挟まないように注意するんだよ。それではお大事に。はい、今日は6歳のセキセイインコがやってきました。やってきた理由はボウー。ボウーとは鳥が羽を膨らませている状態で、寒かったり具合が悪い時になる症状の一つ。体重は 33g。 それではしっかりと身体検査をしていきましょう。鳥さんの場合は一時的に羽を膨らませるようなこともよくあるんですけれども、ずっと羽を膨らませるっていうのはやはり異常な状態が多いです。寒いだけなら温めるとね治りますしね。お次はレントゲン。レントゲン検査はやはり鳥さんにはとてもストレスがかかりますので、レントゲン検査が可能かどうかっていうところをしっかりと判断することが必要になります。この子はレントゲン検査の結果大きな異常は認められなかったので、対症治療をしてお返しすることになりました。翌日に飼い主さんに連絡を入れたところ、元気に過ごしているということだったので、やはりちょっと寒い環境に置いてしまったのかもっていうことをおっしゃられてましたね。家でこのような状況があったら温めてみることをお勧めします。元気になってよかったね。それではお大事に。ご視聴ありがとうございました。
チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。